はい、皆さんこんにちは、ちでございます。信長の野望、申請やっていきましょう。島津さんでね、相変わらず膠着状態が、続いていますが、ちょっと待ってくださいね。タイマー忘れてました。でもね、これすごいの。私ね、最近ずっとね、いつも土曜日に取りだめするんですけど、あまりにも土曜日の昼、午後タイマーしてるとね、スマートフォンがね、その時間ぐらいになるとね、タイマーしちゃいなよって言ってくるようになりました。ちょっと驚きでしたね、本当に。さあ、じゃあね、あらごめんなさい、ちょっと使い方わかんない。やっていきたいと思います。ごめんなさいね、今タイマーのね設定をしました。またじゃんじゃかじゃんじゃかになりますけど、ご容赦いただければと思います。さて、これノブリンが死んだらどうなるんだろうねと、ちょっとまあ、お金もたんまり。さあ、ノブリンのところに、ね、できればね、大きい、何でしたっけ、流言でもね、したらいいと思うんですけど、まあ、ここでね、無駄な争いして、もう、ますます織田が喜びそうな状態ではあります。さあ、権限聞いてみましょう。当家は何をなすべきか、お悩みならば、拙者の考えをここで述べさせていただくと。権限の許し、かたじけないでは、今なすべきことについて、拙者の見解を申しましょうぞ。次の目標とするべきは織田家でしょう。現在敵方の兵力40万に対し、我が方の兵力は約44万でござる。浅井家が味方についております。攻め入る際は援軍にご注意あれ。ということは浅井しかいないのね。あとは有能な武将を探すなどして好機を待つばかり。それが大変なんですよ。でやっぱりね、これね、毛利を取って織田と対峙してもね、多分ね、1対1じゃ勝てないよね。で、やっぱり今思うのがね、信長がもうあと何年だろうね、まあまあまだまだいますけど、もうしばらくしたら信長亡くなると思うんで、その後どうなるのか。秀吉さんが継ぐにしてもね、秀吉さんももうじき亡くなりますから。秀吉さんの場合は病死だから、多分暦通り亡くなるという言い方も変ですけど、歴史通りだったら1599年か、そんぐらいでしょ。1590何年。で、ノブリンの嫡男は、本能寺の変の後、数日後に亡くなってるんで、これもまた突然死というか、病気とかじゃなくて、強制的に死亡させられてますんで、人の手によってってことかな。なので、不自然死扱いになると思うんで、ノブリンが亡くなってすぐ亡くなると思うんで、それもちょっとないのかなと。で、まあ先ほど言った秀吉さんは今は武田家にいますから。で、じゃあ徳川なのって、いや、織田から徳川はありえないと思いますんで、ちょっとそれをね、見るのもいいのかもしれないですね。さあ、じゃあね、私の方はね、まだまだ長期戦になると血は絶えないはずなので、島津さん、大丈夫だと思いますよ。というわけで、結局これそして誰もいなくなったの方になっちゃいそうですね。さあ、やっていきましょうね。やっぱね、織田で始めるべきでした。今となってはこれ何遍も本当にね、後悔してますけど、織田でやるべきだったと思います。やっぱね、信長の野望はね、織田でやるべきだと思います、最初は。もうその方が絶対ね、解きやすいと思いますんで。さあ、まあ、それを置いておきまして、さあ何しましょうと。家臣に領地を与え、いやいや、それじゃなくてですね、浄化施設だね。あと何できますかと。考え水路、レベル3。上げれるね、上げましょうか。でもこれ上げてもね、ドートンさん、こちらに難しいですね。上げて4にできるんだったらいいんですけど、これね、もう無理かな。4020の6000じゃ無理だわ。この右下に極打が4020、6000ってなって、無理だ、レベル3に上げてくれて6000まで行くわけがない。しまったね、下打っちゃったよ。ねえ、よく私収録で下打っちゃうんですけどね、しまったって思うんですけど、その都度。ここはね、岩尾城か。ちょっと言っときましょうか。成し遂げ
てみせます。あ、しまった、労力全部使っちゃった。じゃあ送りましょう、うん、もうね、あの力こぶの分母が13までいきました。かなりの極高数になっていることがわかりますね。私最高で13まで行ったことなかったんじゃないのかなと思いますけど、大村ちゃんの開発が完了しました、ご確認くだされと。あー、九州だね。何県だっけ、これ長崎になるのかな。考えつる連平町、考えつる、考えつる、あ、お、考えつるレベル2になってんじゃない、これで終わったの。おー、そうなのかいと。でまあ気になるのはここだね。あー、ちょっと待って、また織田が動いてる。朝倉か、朝倉を落とすんだな。これどうだろう。あー、毛利も動いてくれないかな。いや、もうね、長尾家とぶつかるのは明白だね。もうすでに何度かぶつかってるし、これほんと全般でポッコンポッコン言ってくれたら最高なんだけどね。裏で暗躍してもいいんですけど、同盟結んでね。でもね、一国しか攻めてくれないんですよ、援軍ではね。で、せめて万が一勝ってしまったら私の領地になっちゃうからね。どちらかというと二国協職みたいな感じで行きたいんですけどね、そういうのはないみたいなので。ああ、織田が動いちゃった。あー、とんでもないわこれ。これはもう朝倉取られるね。あー、どうなるんだろう、毛利と織田ってどうなんだろうね。あー、そうそう、あの話全然違うんですけど、つい先日ね、あのテーブルタップ、いわゆる延長ケーブルですね、コンセントの、買ったんですけど、あの私お気に入りのコンセントがありまして、パナソニックのやつなんですけどね、うん、めちゃくちゃ値上がってました。あ、上新さん行ってきたんですけども、テーブルタップ、1メーターのケーブルのテーブルタップで1500円ぐらいしましたもんね。って、確か前700円ぐらいで買ったと思うんですけど、まあそれは上新さんじゃないんですけどね、ネットで買ったと思うんですけど、って思ってね。あ、でもまあもうね、店頭に行ってたんで、まあ結局それ買わずに他のね安いの買いましたけども、ちょっと驚いちゃった。本当にね。ただこれ今話また戻します、ごめんなさい。4つ帰ってきましたけど、計略を行うんだったらあれだね、どうだろう、ちょっと待ってね、今終わったよって言ってたところが、浄化施設ね、ここね、あ、ここだね、やっぱ上げれますね、もう一個ね。でもこれも4900、あ、極高いってるわ。こっちは、あー、6000無理だ、連平城潰さないといけないな、これは無理だな。極高プラス800なるだけだもん、150上がるだけだかな、いや250上がるだけ、あ、150か、上がるだけだから、そりゃ無理だわ。となるとこれやっぱダメだね。場所は大村城か。二脱目症にするか、米問屋。米問屋だったら連戦ができるんだね。攻める場合はの米問屋だね。あ、違うわ、二脱目症だね。守る場合だったら米問屋の方がいいんでしょうけど、まあ正直守る気さらさらないからね。これはちょっと辛いね。もう撤去だわ。あ、考えするでもよかったのか。考えするでもよかったんだ。あー、牧場ね、騎馬レベルプラス1、兵が増えるからね、考えするでも。まあ二脱目所でいいか。しまったね、そのままにしとけば、そのままにしとくか、レベル3に上げとけばよかったんだ、こんな難しいね、難しい場所だったら。これも上げれないからね。
どれもあげれないもんね。じゃあ、うん、まあいいでしょう。お金1万超えちゃったね。ちょっと待ってね。私何かできる？制作。2000か。城の耐久回復度65。灌漑整備。ああ、これもいいな。もう3000だったらこれいっちゃおうか。ああ、でも統治もね。これも悪くないんですよね。軍の兵力回復速度 20% ですからね。でも生産には関係ないんですよね。戦争やってたらいいですけど。実は戦争やってるわけ違うもんね。全軍の兵糧収入がプラス 20%。ああ、そんだけ早く。ああ、これもいいんだけどね。これは攻撃だけだからね。鉄砲やし、これは防御だね。鉄砲、これ、なんて読むんだろう。やしろ違うわ。これも3000でプラス30日。攻めるんだったらいいんだけどね。攻めるんだったらいいんだけど。鉄砲は、これもいいんだけどね。攻めるんだったらね。攻めるんだったらいいんですけどね。お金はしこたまあるんですけどね。ただね、首都、実際動き出して首都移動しちゃうとほとんど意味なくなっちゃうんで、難しいとこだよね。ああ、でもやっとくか。国はね、でもこれ守りで生産でしょ？まあ、極高増えるのはいいんですよね。まあ、やろっか、これ。うん。はい。それでよい。はい。で、極高型またね、力こぶ増えるんでね。それでいきましょうか。ああ、織田がますます力つけてってね。あ、織田止まった？いや。とんでもない数で攻めてるわ。ああ、これダメだ。人吉城の開発が完了しましたと。はい。あ、なんか、ああ、人吉城か。ああ、人吉城はこれでいいか。兵力1万超えだもんね。これでも十分。ああ、朝倉終わったね。なんか帰ってきましたね。3。でももう、これできないよね、私ね。できないです。ちょっと3だったら置いとこっか。軍団長行ってこないかね、何かね。流言やります、みたいなね。うわ、取っちゃった、織田が。ちょっと待ってね。まだ勝ってっけど。はい、9も来たね。9来たんで何かやっていきましょうか。ああ、時間来ちゃった。すみません。じゃあね、ここもいいね。もうやるとこないね。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。